でしょう。通しで録音したの10回以上になるでしょうかね。結構単純で簡単なピアノ伴奏なんですけどね、間違えるんですよね。間違えても構わないような、今も1回ぐらいだったかな、間違えてるとこあるんですけど、これは絶対許せないっていう間違いがどうしても出ちゃうので、歌は録音聞いて自分で気にするとこはほとんどないんですけども、どうしてもね、このなんでしょう、ピアノの音が変な音出ちゃうのが気に入らなくて、私のこの YouTube いい加減な練習発表みたいな YouTube の動画でも今回だけはちょっと気になって、つまりこうシンプルな曲ほどなんて言うんでしょうね、精神が現れるというか、間違えたことが悪いっていう言い方じゃなくて、その心構えというか、やっぱりなんかこの曲はなんかそのなんか曲自体がこう間違えちゃいけないっていうものを訴えてくる、こう厳しさというか、あと精神性というか、そういうものがなんか感じたわけですね。でその今も聞きながら思ったんだけど、そのこの詩とですね、音楽が不思議と なんでこの曲こんな悲しいというか、なんか寂しいというんでしょうかね、なんかそういうのは非常に濃厚なメロディーなんだけど、詩はですねちょっとそんなに寂しい、まあ、寂しさは感じるけども、これを詩を書いてる人はそのなんでしょうね、その友人なのか恋人なのかわからないですけども、つまり君が旅に出ると言った時、君はもう遥か遠く行ってた、僕が雪かなと思ったらただ下を向いて歩いてた、この花びらがね、桜の花でいいんでしょうけど、降り注ぐ花を受けて、ああまだ僕は冬だ
と思ってたんだと。ただそれだけの3編の詩なんですよね。春なのにまだ冬だと思ってたっていうのが最後なんで、僕君が旅に出ると言ってそうなのかと思ったら、もう遥か遠くに行ってたっていうのが非常に象徴的な、自分の何かこう、なんて言うんでしょう、遅れというのか弱さというのか、何かそういうものをこう悔いてるんでしょうかね。そんなことがこのメロディーになってるのかなというふうに思いました。まあ、私はちょっと話変わるんですけど、クラシックの声楽畑出身で、あまり大きな活動はしてこなかったですけども、フランス語の歌、フランスの近代の作曲家の作品を主に自分の、まあ、ライフワーク的にですね、選んで、演奏会に取り上げてやってきたわけですけども、まあ今年65になって、いわゆる、まあ、高齢者の仲間入りしたから言うわけじゃないんですけども、やはり日本語で歌うっていうことがやはり大事だなというのを最近ひしひしと感じたのは、この小倉慶の歌を弾き語り弾き歌いをするようになってからですね。もちろん声楽というクラシックのジャンルで言えば日本歌曲と呼ばれる、芸術歌曲と呼ばれるジャンルの作品はたくさんあるんですね。で、僕も歌いましたけど、どうもですね、これだ、これはいい曲だっていう曲ほとんど実は正直言うとあんまり見つかってなくて、僕がやったことあるので思い浮かぶのは2つだけですね。やったことある人も1つ演奏家出してないけども、ね、三好明という作曲家の叙情小曲集という歌曲集、それから信時清という人のですね、歌曲集サラ、これは演奏会でやったことありますね。全く正反対のキャラクターですけども、信時清はしかも明治の中期の生まれの方で、知ってる方だと戦争中の海浮かばを作った人ですね。戦後は学校の校歌をたくさん作ってる人で、まあ、その実に骨太というか質実剛健というか単純なんですけども、やっぱり日本のこう古くからの持ってるセンチメンタリティをこううまく西洋の音楽に乗せてるっていう意味で評価できるなと思います。しかも三好明っていう人はもっとずっと後の人で、僕の親父よりはちょっと下ぐらいのかね、フランスに留学して秀才の方で、東京の日本の音大は出てないんですよね。フランスのコンセルバトワールで作曲勉強した方で、やはりフランスのこう音楽の音楽観というものを非常に影響を受けてるんだけど、その叙情小曲集ではその日本のね、萩原朔太郎かの詩を、まあ戦前の詩ですけども、それを非常にこう何て言うんでしょう、戦後の現代人の目で見たノスタルジックな、まだ明治、下手すると江戸明治のセンチメンタリティが残っている社会をこうノスタルジックに眺めた視点で、そういう感じでこう書いてるっていうところがすごく評価できる素晴らしい、作品だと思います。まあそういうわけでね、日本語で歌うっていうのはやっぱりネイティブなので、歌手ってやっぱり歌詞を歌うっていうことが大事だと思うのは、例えばクラシックでも楽器、ピアノでもオーボエでもクラリネットでも、まあ、いわゆる楽器と何が違うかというと、言葉を扱うってことじゃないですか。やっぱりそこに一番歌手、歌い手、声楽家の原点あると私は思うんですね。やっぱりそこがクラシックの声楽は
非常に技術的に難しい部分ばかりが取り上げられて、実際の西洋のヨーロッパの作曲家はそういう声楽家の技巧的なところをこう表現するような作品をたくさん作ってる。特にオペラなどでは高音の高いソプラノやテノールが活躍するための声を楽器のように扱う技術っていうのをこう表面に表に強く出した作品が多いから、まあつまり声楽家ってのはその喉の技巧がどれだけ素晴らしいか、あるいはもしかしたら素材としての人間としての素材としての肉体的な部分がその人物がいかに素晴らしいかっていうのをこうアピールするわけですよね。だからどっちかっていうとこう文学的というよりは非常にこうアスレチックな体育運動的な部分がこう表面に出ますんで、だから日本人もどれだけその西洋のその声楽家に、負けない世界でいう頂点に立つんだ的な、なんかそういう部分がどうしても出てきちゃうんですね。オリンピックみたいになっちゃうんですね。まあそれはそれで あっていいと思うんですけど、それだけが声楽ではないということを大事にしなきゃいけないんじゃないでしょうか。特に日本の都市に限らないか、まあ、日本の中でのマーケットを考えたときに、あるいはクラシック音楽が一般に広まらないとか、そういうことを考えたときに、そういう技巧的なことだけを表面に出して外国語の歌を歌っても、一回だけは受け入れてもらえてもそれは長続きしないと思います。やっぱり言葉を伝える、歌詞をメロディーに伝えて歌える、そこにその人の何でしょう、人間的な魅力とか、作った人の精神とか、そういうものが感じられる演奏っていうのができないと、本当の意味で声楽っていうものが社会の中に浸透していかないと思います。どんなに音楽大学、立派な音楽大学出たりすごいコンクール受かってもそれはまあブランドとして有利ですけど、やっぱり音楽って聞いてなんぼの世界ですから、その狭い世界ではその評価っていうのは高まるし、それはきっかけになって大きな原因だけど、もっと広くお客さん見た時に、お客さんにとっては、へえ、すごい大学出たのね、すごいコンクール受かったのね、それで終わりなんで、やっぱり聞いていいと思うかどうか。で、お客さんってバカにできないもんで、知らない声楽の世界でも、バッとこう聞いてると、その人の人柄って、見抜ける人いるんですよね。感じられる人っているわけで。そういう人たちに向けて、表面的な技術だけで、なかなか勝負できないと思います。やっぱり自分のネイティブとしての自分の日本語の言葉、それに沿った音楽をどれだけ伝えられるかっていう精神性ですね。そこはやっぱり大事にすべきではないでしょうか。最近小倉慶の作品を期待するようになって、そんなことを考えてみました。それでは今日はこの辺で失礼します。